にします。先日大人のおもちゃを探しに深夜のゴミ捨て場を漁っていたら、こちらをじっと見ている大柄の男性がいたので、なんやこいつって思って僕もきっと睨み返してやったんです。そしたらそのままバッチバチにメンチ切り合った状態で朝を迎えてしまい、よく見たら交通誘導ロボット安全太郎でした。それが今の嫁です。結婚発表系 YouTuber 切れるぞー。はい、ということで今回は国家レベルで NG な危険すぎるおもちゃ、大怪我続出の人食い人形、殺傷力が高すぎるスパイ系おもちゃ、卑猥すぎるファンシーおもちゃなど、発売禁止になった大人のおもちゃどころじゃない禁断のおもちゃを5つほどご紹介していきたいと思います。スナックタイムキッズドール。スナックタイムキッズドールは、1996年にアメリカで大流行した人形のおもちゃです。見た目は一般的な子供向けの人形と特に変わりないのですが、このおもちゃは食事をさせることが可能という機能が搭載されていて、付属されているプラスチック製のフライドポテトを口に押し込むことで、体内に組み込まれたモーターが作動し、どんどん飲み込んでいくという仕組みでした。ちなみに僕が最近よく遊んでいるメルちゃんは、お食事に加えてミルクやお着替えもできるので最強です。この商品はキリンチャンネルと同じく小さな女の子を対象にしていたということもあり、自分の指を口に入れてしまい大怪我を負う子供や、偶然髪の毛が口に入ってしまい巻き取られてしまうといった事故が相次ぎ大問題となりました。実は僕の自慢だった髪の毛もこいつにやられてしまい、今じゃ小峠ですよ。さらに厄介なことに、この人形には電源スイッチが備わっておらず、一度指や髪が巻き込まれてしまった場合、本体を物理的に破壊するしか回避手段がなかったことも事故の拡大につながってしまいました。そしてこれを受けて発売から1年後のエクターチャー7年には販売停止と大規模な返品騒動が起こりました。そして一方その頃日本では同時期にポケモンのアニメ放送が開始され、僕は竹志派代表としてサトシ派閥とチビドロの捨てボロバトルを繰り広げていました。またこの商品は大々的に宣伝を行っていた超ヒット商品だったということもあり、およそ50万体分のリコールと1体につき4000円の払い戻しが行われ、販売していた企業は大打撃を受けることになりました。あ、そろそろメルちゃんにミルクをあげる時間なのでここらで失礼しますね。原子力実験キット。原子力実験キットは恋していく年にアメリカで販売されたおもちゃです。当時はまだ放射線の脅威について研究が進んでおらず、今ほどシビアな扱いがされていなかったため、このおもちゃが世の中に出回ることになってしまいました。まあ出回っちゃダメだろって意味では、 YouTube でいうキリンチャンネルの立ち位置によく似ていますよね。キット内容としては4種類のウラン鉱石セット、放射線測定器であるガイガーカウンター、蒸気の凝結作用を使い下流電子の秘跡を検出する装置、ウラン探査に関する政府が発行したマニュアル、ダグウッドはどうやって原子を分裂させたかという小冊子といった内容で構成されており、研究が進んだ現代から見てもおよそ子供向けとは思えないほどに本格的かつ高度な内容で、値段も$50かっこ当時のレートに換算すると18,000円とかなりの高額商品でした。これは簡単に言うと、自分の手で実際に放射線を発生させて観察できるという商品であったため、適切に使ったとしても放射線に体がさらされることになり、当然のごとく被爆してしまいます。これは SK2 ヘビーユーザーの僕でも結構やばいかもしれません。そんな恐ろしすぎるこのおもちゃは、いくら研究が進んでいなかったとはいえ、当時でも批判的な声が多く上がり、販売開始の翌年であるこんにゃくで行く年には販売停止となりました。その批判の多さは航空キャンペーン発表時をも超えたのだとか。ですが現在でも一部地域では少数出回っているようで、プレミア価格がつき当時の定価の100倍程度の$5,000かっこ現在のレートで換算すると約55万円もの値段で取引されているようです。昆虫採集セット。昆虫採集セットは主に日本で発売されていたおもちゃで、捕まえてきた蝶々やカブトムシなどの昆虫を手軽に標本にすることが可能な商品です。ちなみに僕も昔はよく少年たちに標本にされていましたが、貼り付けにされていた時間は自分を見つめ直すいい時間になりました。この商品は陸50年代から70年代にかけて、昭和の子供たちの間では趣味や自由研究などに用いられ、夏休みの定番として長く
愛されていました。つまり平成でいうところの水蓮花です。おもちゃの内容は虫を傷つけることなく生き絶えさせ保存するための殺虫剤と防腐剤、それらを投与するための注射器、観察と作業に使う虫眼鏡で構成されていました。また高級なものになると解剖用のメスやピンセットなどが付いたセットもあったそうです。そしてこの商品が販売禁止になった理由には諸説あり、セットについてきた注射針が飛んで少女が失明するという事故が発生し、 PTA の抗議や学校での購入禁止の指導が相次いだためという説や、防腐剤と殺虫剤に含まれていた成分が微量ではあったものの危険度が高く、大量購入することで殺人にも使えてしまうことが問題視されたという説や、虫眼鏡で火を起こせることから長沢くんが火事のトラウマを思い出してしまうという説があったとかなかったとか、また違法薬物が日本の裏市場に出回るようになったことで手軽に注射器が入手可能なこのおもちゃに目をつける薬物乱用者が多かったためという考察もされています。俺たちのタシロスもこの商品をポチってたかもしれないと思うと感慨深いですよね。ですがこの商品は取引自体が禁止になったというわけではないため、在庫分は現在でも通販サイトから購入可能なのですが、このご時世に注射器なんて持っているだけで変な目で見られることは間違いないので、気になったとしても覗き見る程度にしておいた方がいいかもしれません。まあ覗き見るとは言っても近所の男性宅の風呂を覗いちゃダメですけどね、なんつってガハハハハハ。タシロス6本目の指。6本目の指は向こうとした刺激で幾年にアメリカで販売されたおもちゃです。当時アメリカでは超小型で隠し持って遊べるいわゆるスパイ系おもちゃが流行っていたこともあり、この6本目の指もその流行に乗ろうと作られた商品でした。このおもちゃはその名の通り指そっくりの見た目に作られたピストル型をしていて、引き金を引くことで指の先端からプラスチック製の弾が発射される仕組みになっていました。え？何ですか？あー、はいはいはい。まあね、このおもちゃを自分のケツに突っ込んで発射したくなるってみんなの気持ち、わかるよ。俺、その気持ち。すっごくわかるよ。まあでも少し落ち着いてください。実は問題となったのはその値段と弾の勢いで、このおもちゃは2ドル程度とかなり安価で手に入ることに加え、先端が尖ったプラスチック製の弾がかなりの高威力で発射される仕組みになっており、子供に与えるにはあまりにも殺傷力が高すぎるという我々にとっては願ったり叶ったりな代物でした。僕も以前遊び半分でケツに発射したことがあるんですけど、まあ5年植物状態になった程度なので結構余裕でした。また当時流行っていた他のスパイ系おもちゃは安全面にも配慮されており、ここまでの威力が出る商品は珍しかったため、刺激を求める子供たち意味深にとってこの威力と親にねだりやすい低価格は魅力的だったのでしょう。まあ僕も子供の頃はお母さんに漢字ドリル買うって言ってお金をもらってはよくエロ本を買ったものです。懐かしいな。また一応パッケージには人に向けて発射してはいけませんとの注意書きが書かれていたのですが、そんなものを守る子供などいるはずもなく、怪我の報告が相次ぐようになったことでこのおもちゃの悪名はすぐさまアメリカ中に知れ渡り、発売が禁止されることとなりました。つまり撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだということです。ドラアクアペット。アクアペットは様々なメーカーから販売され、長年にわたり愛されている子供向けのおもちゃで、水の入った小さな容器に可愛らしいキャラクターがぷかぷかと浮かんでいるというなんとも可愛らしい商品で、その可愛らしさはハックにも匹敵すると僕の中で話題になっています。このおもちゃは見た目もファンシーで危険物も含まれておらず、今まで紹介してきたものに比べると普通じゃんと思ってしまうかもしれませんが、程よく伸びた円柱の突起と土台に据えられた2対の玉、何かを感じませんか？そうです、このドラ社が出したアクアペットはチッコだったのです。これは正真正銘真の大人のおもちゃと言えるでしょう。また土台中央に飾られている D のエンブレムもおそらくドーラの D なのでしょうが、ディック、カッコチンコなど別の意味に見えてきますよね。僕としてはド根性チンポエクストリームの D と考察しています。またカラーバリエーションもフレッシュピンク、ブラウン、イエローとそれっぽい色ばかりがピックアップされており、このおもちゃを店頭や広告で見た保護者たちはいろんな意味で生唾を飲み、企業に
には数多くの苦情が寄せられたそうです。また当初はマスコットたちが住む魔法のステッキだよなどと右から左へ苦情を受け流していたドラッシャでしたが、予想以上に多くの批判に焦ったのか、すぐさまこのモデルをリミテッドエディションということにして速やかに販売を終了したようです。こんにちは。先日プロペラギュイーンで遊んでいたらニット帽に引っかかってしまい、プロペラギュイーンはそのままニット帽を連れて飛んでってしまいました。そしたらすごく寒そうなおじいさんの頭にニット帽がスポッと入り、おじいさんが神様がくれたのかなとほろりと涙した瞬間、僕はなんだか温かい気持ちになり、このニット帽を僕のなのでこれで新しいの買ってくださいと言って1000円渡しました。そしたらおじいさんはありがとう、大切に使うよと言い、足早にパチンコ屋に入っていきました。あのじじいの人生リーチです。キュンキュンキュン。はい、ということで今回は超高火力なピンポン玉発射装置、近畿の物質が含まれた指紋検出キット、殺傷能力が高すぎた超巨大ダーツ、臓器を破壊し命を脅かす弾、あるものに擬態する暗記型ピストルなど、危険すぎて物議を醸したおもちゃを鉄道のご紹介していきたいと思います。だが CSI 指紋検出キット、CSI 指紋検出キットは2000年代にアメリカで発売されたおもちゃです。このおもちゃはアメリカで15年以上もの間続いた CSI 科学捜査班という大ヒットドラマとのタイアップ商品で、作中で行われている手段で実際に指紋検出が体験できるというものでした。なお僕の右手は擦り続けたことですでに指紋を失っています。しかしキットに付属していた指紋検出用の粉にはアスベストという肺がんや悪性中皮腫のリスクを高める鉱物が 5% から 7% も含まれており、実際にこれを手に取って遊ぶ子供はもちろん、その周りにいる人にとっても非常に危険でした。その危険度は電車で鬼殺し飲んでるジジイの鬼殺し奪うくらいヤバいと言われています。さらにアスベストによる健康被害が出始めるのは吸い込んでから20年から50年後になると言われており、それまでの間は無症状が続くことから、すぐに危険性に気づくことができないという点も非常に恐ろしいおもちゃと言えます。まあ確かにアスベストもかなり怖いと思いますが、我々童貞も20年から50年後も童貞なのかなって想像するとじっとりする怖さがありますよね。しかしこのおもちゃを販売していたメーカーは、もうすぐクリスマスだからそこでさばけるだけさばいてから販売を停止しようというクソムーブをかましてしまい、その結果アスベストの危険性を知った人々から訴訟を起こされ、当然ながら敗訴して多額の賠償金を支払うことになりました。それからしばらくしてこのおもちゃを発売していたおもちゃメーカーは倒産しています。きっとここで働いていた人は実家に帰ってお父さんにお世話になったんでしょうね。倒産だけに。うっす、世界中のアスベスト今から吸い込みます。ジャーツはイク60年代にアメリカで発売されたおもちゃで、ローンダーツとも呼ばれています。このおもちゃは一言で言えば屋外で遊ぶ巨大なダーツで、芝生の上に置いたリングめがけて長さ30センチほどのダーツを投げて得点を競うという遊び方が主流でした。ちなみに僕は働く気がない時は四つ葉のクローバー加えながら芝生で寝てたので、子供たちが投げるジャーツがよく心臓刺さってましたね。そんなジャーツは発売直後からお手軽に遊べる上に健康的であるという理由で大流行し、世界各国で愛されるメジャーなおもちゃとしての不動の地位を確立しました。しかし先端に取り付けられた金属の針部分が重量がある上に鋭く尖っており、誤って人体に刺さってしまうという恐ろしい事故が多発し、ジャーツによる負傷者数は8年間でなんと7000件にも上り、しまいには死人まで出てしまったといいます。また子供でも扱いやすいことから、ルールに沿った遊戯中の事故はもちろん、ペットに向かって投げる、ふざけて適当な場所に全力投球してしまうなど、危険な遊びに発展するケースも多々あり、思いがけない事故を次々と生み出し続けました。また一時期僕の家にジャーツを大量に投げ込むって遊びが近所の子供の間で流行ったので、現実とフォートナイトの区別をつけろと全身にジャーツ刺さった状態で子供たちを叱ってやりましたよ。以上のことからジャーツは最も子供に怪我をさせたおもちゃと呼ばれ、発売からしばらくしてアメリカやカナダ市場での販売が禁止されました。ちなみに現在では一部地域で先端が丸いプラスチックに付け替えられたジャーツが販売されており、小規模な大会が開催されるなど、今でもそれなりに人気があるそうです。
ベルトバックルデリンジャートイガン。ベルトバックルデリンジャートイガンは、1959年にアメリカで発売されたおもちゃです。このおもちゃは、一言で言うと、バックル部分におもちゃのピストルを内蔵したベルトで、付属している弾を込めて実際に打ち出して遊ぶことができます。僕も近所の少年にこのおもちゃの銃口を向けられ、金出せと言われたことがあるのですが、堂々とハローワークカードを提示したら、お情けで見逃してくれました。ですが、このピストルには引き金がついておらず、お腹を伸ばして突き出すような姿勢を取ることで弾が発射される仕組みになっており、意図しないタイミングで弾を打ち出してしまう危険性がありました。なのでこの銃声を納屋で聞いた猟友会所属のジジイもとっさにしゃがんで銃を構えたそうです。さらに打ち出される弾はプラスチックではあったもののライフル弾に似ており、射程距離も5メートル程度とかなりの攻撃力を誇っていたため、誤射した弾が命中してしまうと冗談では済まされない大怪我を負う恐れもあり、大変危険でした。なのでこの危険性を知った子供たちのドン寺田心も、銃なので引き金ねえじゃんと警鐘を鳴らしたとか。しかしこのおもちゃは隠して持ち歩ける自分だけの銃という子供の好みにど真ん中ストレートなおもちゃだったため、なかなかの売り上げを記録し、案の定誤射の事故が相次いでしまい、やけどや怪我を負う子供たちが続出したため、発売からしばらく後に販売停止となっています。ウォーターバルズ。ウォーターバルズはアメリカで発売され、今では世界各国に出回っているおもちゃです。このおもちゃは一言で言うと、水に入れると巨大化するボールで、カラフルで可愛らしいデザインと3ドル、日本円で315円程度というお手頃な値段が受けて、多くの親が子供たちに買い与えました。余談ですが、僕の父はこれを買うために寝ずに1ヶ月空き缶拾ってくれて、僕の誕生日にプレゼントしてくれました。しかし、そのカラフルで可愛らしいデザインがあだとなり、飴玉と間違えて飲み込んでしまう子供が続出してしまいました。そしてこのおもちゃは水中で1週間程度放置するだけでも約400倍もの大きさに巨大化するというとんでもない習性を持っていたため、誤射してしまった子供たちの体内でみるみるうちに巨大化し、腸の閉塞を引き起こし臓器を圧迫してしまいました。これによりこのおもちゃを誤飲した子供たちは重度の不快感、嘔吐、脱水などの不調が引き起こされ、専門家の見立てでは最悪の場合は死に至るケースもあり得るだろうという非常に恐ろしい予想が立てられました。さらに厄介なことに、このおもちゃは X 線に映らない上、臓器にぴったり密着する形で体内に留まり、取り出すには手術が必要となるため、子供の体には相当な負担がかかってしまいます。これにはお手当てが得意なヒープリたちも、ちゃんと病院行った方がいいと現実的なアドバイスしたとか。以上の理由から、アメリカではウォーターバルスおよび類似する水で膨らむおもちゃが続々と自主回収されているそうですが、日本では未だに輸入品が普通に販売されている可能性もあるらしいので、小さいお子様がいる方は特にご注意ください。オースティンマジックピストル。オースティンマジックピストルは、陸40年代にアメリカで発売されたおもちゃです。このマジックピストルは、構造がおもちゃの範疇を超えており、日本では第3類危険物に指定されている炭酸カルシウムと水を反応させてガスを発生させ、そのガスを爆発させた際に生じる圧力を使ってピンポン玉を発射する仕組みでした。ちなみに、これと同じ原理でキリンマスクの目からピンポン玉発射できるようになるのが僕の最終目標です。また、この時に発生するアセチレンガスも非常に危険で、着火温度が低い上にちょっとした衝撃で爆発する恐れがあるというかなり恐ろしいガスでした。そしてこの情報を知ったヨドンナ様も、これは武器に使えそうだなと舌を出したとか。それゆえこのおもちゃは見た目とは裏腹に凶悪な威力を誇り、引き金を引くと物騒な音とともに火花を散らしながら凄まじい速度で弾が発射されるため、とても子供が持っていていい代物ではありませんでした。なので当時の子供たちはこのおもちゃを持ってることがバレないように、おばあちゃんの入れ歯と歯茎の間を武器庫代わりに利用していたそうです。またその構造から、知識がある大人が少し手を加えるだけで立派な凶器になるという危険性もあり、このおもちゃはすぐに販売停止処分を受けてしまいました。そんなマジックピストルですが、現在はコレクターの間で非常に高値で取引されており、その危険性から取引の際はおもちゃではなく銃器として扱われているそうです。
こんにちは。先日ホルスタインの牛崎カウが絞られるだけが人生じゃないと書き置きを残し、牧場から自分探しの旅に出てったので、代わりに僕が乳搾り初号機に乗ることに。そして乳搾りに没頭しすぎた僕は乳首から LCL が溶け出し、シンクロ率は 400% に。うわー、ひよっちゃダメだ、ひよっちゃダメだ、ひよっちゃダメだ。この中にひよってるやついる。そしてできたのがこれ、リトルキリン遺伝子配合キリン一番絞り、K ウイルスでキリン大量発生からの即リコール、キリンファミリーです。かわいい。はい、ということで今回は過激アニメが差し込まれたゴルフゲーム、逆効果すぎる消火器、危険思想を植え付ける鉛筆、恐ろしい指示が書かれたレシピ本など、とんでもない理由でリコールされた商品を6つほどご紹介していきたいと思います。テイク。タイガーウッズ 99PGA ツアー。タイガーウッズ 99PGA ツアーは、1998年にアメリカで発売されたプレイステーション用のゴルフゲームソフトです。このゲームは、ゴルフ界の絶倫レジェンド、エッジオブザセックスことタイガーウッズ AKA 夜のホールインワン氏が監修を務め、実在の選手を操作可能、かつ世界中の有名なゴルフ場を選択してプレイが可能という点から大ヒットし、多くのゴルフファンたちがこのゲームを買い求めていました。ですが、このゲームには PC で再生するとアメリカの過激な風刺アニメサウスパークのお蔵入り作品が再生されるという謎すぎる裏技が存在していました。またそのアニメの内容も、クリスマスプレゼントは自分の誕生日だと主張するイエスキリストと、クリスマスは子供たちにプレゼントをあげる日だと主張するサンタクロースが壮絶な喧嘩を繰り広げ、多くの子供たちが巻き添えになって命を落とすというとんでもない内容で、またチャプター2ではクリスマスのラブホに放火して回るキリンが収められてたとか知らんけど。そしてこの裏技が発覚した直後、販売元のエレクトロニックアーツ社には多くの批判が寄せられ、このソフトは回収されることになりました。また同時に不仲説が出てしまったキリストとサンタが、ニルダムでエーペックス配信しながらビジネス仲直りしてたとか。またこのソフト内にアニメのデータが入ってしまった原因は謎ですが、スタッフの一人が悪ノリで入れたという説が有力視されています。危険思想鉛筆。2014年のアメリカでドラッグの危険性を社会に訴えかける団体、ドラッグ乱用制限教育、通称 DARE がニューヨークの学校に通う子供たちに鉛筆を配布しました。またこの時僕もタシロス用に鉛筆もらったのですが、タシロスがいないんです。タシロスどこ。そしてこの鉛筆には、子供たちがドラッグに手を出さないようにするため、 Too cool to do drugs、 ドラッグはあまりにクールすぎるので手を出せないという皮肉を込めた文字が刻印されていました。またこの前猿も Too cool to work って言ってたんで、さっきの鉛筆眉間に刺しときました。ですが正直なところ、皮肉が込められているとはいえ、この文章の時点でドラッグの危険性を訴えるという趣旨からは少し逸れてしまっている気もしますが、問題は他の部分にありました。というのも、この鉛筆を削りながら使い続けていると、やがて to の文字が消え、 cool to do drugs、ドラッグを決めるのはクールだという文字になってしまうのです。さらにその後も使用を続けていると、 Do drugs、 ドラッグに手を出せというとんでもない文章になってしまうため、この鉛筆を配った DARE には学校や保護者たちから多くの批判が寄せられました。また抗議活動では、ドラッグのせいでこんな姿に…点点点と僕の写真を自己写真として勝手に使われてて僕ウレションしたとか。その後学校側から、この鉛筆を使わないようにとお達しが出た後に鉛筆は回収され、DARE は刻印をドラッグス to cool to do という文章に変え、削って使用しても誤解を与える意味にならないように調整して再配布されています。煽りビタミンウォーター。2013年9月、カナダ在住のロアテス一家は夕食後に家族団らんのひとときを過ごそうとしていました。そして妻のブレイク氏は、団らんのお供にとコカ・コーラ社から発売されていたビタミンウォーターという清涼飲料水を冷蔵庫から取り出し、キャップを開封しました。ちなみに僕は野菜茹でた後の残り汁をビタミンウォーターと言い張る高架下暮らしのおっさん知ってます。キャップ開封後、ブレイク氏が何気なくキャップの裏側を見ると、そこには U リター
ードという言葉が書かれていました。この retard は基本的にバカという意味で使われるそうなのですが、知的ハンデを負った人を侮辱する意味合いも含まれている言葉らしく、ブレイク氏の娘は脳性麻痺と自閉症を患っていたということもあり、彼女はこれに激怒し、コカ・コーラ社にクレームの手紙を送りました。その後、ブレイク氏の手紙を読んだコカ・コーラ社は、リタードの部分は遅いを意味するフランス語で、やっと買ってくれたの?という意味が込められている、若者向けにフランクなイメージで商品展開をするために記載した言葉であり、悪意はないと釈明しましたが、 U が英語なのにリタードの部分だけをフランス語と主張するのには無理があると指摘されたことで、コカ・コーラ社は言い逃れができなくなり、その後ビタミンウォーターは全て回収されることになりました。まあ僕としては草薙さんの様子を見たところ、一方満足は満足の領域を超えてる件についてさらなる調査を進めていきたいと思います。窒息モンスターボール。イクキャージャー1年11月、アメリカの大手ハンバーガーチェーン店バーガーキングが子供向け商品のおまけとしてポケモンのフィギュアを採用しました。このフィギュアはプラスチック製のモンスターボールの中にポケモンが入っているというもので、当時はポケモンの人気が急上昇していた時期だったこともあり、多くの子供たちがこのフィギュアを親にねだってバーガーキングに殺到しました。また僕もお母さんに欲しいと2万字の作文でねだったところ、今朝むしってきたわよとディグダのここをもらいました。ですが販売からほどなくしてこのフィギュアで遊んでいた子供たちが次々と窒息するという事件が発生しました。というのもフィギュアに付属するモンスターボールは半分に割れる仕組みになっており、ボールを顔の下半分に密着させた状態で息を吸うと顔から剥がれなくなってしまう危険な構造になっていたのです。さらに被害者の中にはそのまま命を落としてしまった子供もいたため、バーガーキングは急いで商品の回収に乗り出し、テレビ CM で大々的にこの商品の危険性を訴え、フィギュアを店舗に返品した場合はポテトの S サイズと交換するという告知を行っています。ヤバすぎる消火器。1996年から99年にかけてアメリカのコルブラコーポレーションという企業がファイヤーキャップという新型の消火器を販売していました。この消火器は従来のものよりも小型で、ピンポイントで火元を狙うことができたため速やかに消火活動が可能という理由から絶賛され、一部地域では警察署で使用する消火器として採用されるなどし、瞬く間にアメリカ全土に広がっていきました。また僕もサバンナ消防署唯一の生き残りとして、ワンチン通築のトライアングルフォーメーションで休みなしでしたが、やっと休みがもらえてよかったです。ですが後にこの消火器を使っても全く消火ができないどころか、逆に火の勢いを強めてしまうという恐ろしい事実が発覚しました。しかしこの事実が発覚した時にはすでに販売元のコロブラコーポレーションは倒産していたため、代わりに公的機関が消火器の回収に乗り出し、累計約13万6000個ものファイヤーキャップが回収されました。これは非常に恐ろしい話でしたが、幸いこの消火器による怪我人は出なかったとのことです。ちなみにこの消火器に僕から絞った牛乳を入れ直して飲める消火器として売り出したところ、臭いけどそれがいいという豚骨ラーメンみたいな売れ方したとか。危険すぎるレシピ本。1978年アメリカでウーマンズデイクロッカリキュイジーヌというタイトルの料理のレシピ本が発売されました。このレシピ本にはたくさんの美味しい料理の作り方が記載されており、その中の一つキャラメルを使ったスイーツのページには、コンデンスミルクの缶詰を開封せずそのまま電気調理鍋で4時間温めるという工程が記載されていました。ですがこれは記載ミスで、実際に記載通りの行動をとってしまうとコンデンスミルクの缶は盛大に爆発し大惨事になってしまうという恐ろしい内容の誤表記でした。そして全米各地でコンデンス VS 飲める消火器ミルク界のポコタテが勃発したとか知らんけど。そしてこのミスは発売からしばらくして出版社の社員によって発見され、レシピ本は直ちに回収されることになり、本の購入者たちに対しては絶対に該当レシピを実践しないようにと注意喚起が行われました。しかし当時のアメリカ
リカではコンデンスミルクの缶詰は非常にメジャーな存在で、誤った温め方をすると爆発してしまうということはすでに広く知られていたため、該当レシピを実践した人物は存在しなかったようで、幸いなことにこの凶悪なレシピ本による被害者は一人もいなかったそうです。ちなみに先ほどご紹介した飲める消火器ですが、概要欄で本日から事前予約受付中です。知らんけど。こんにちは。先日アニマル TV の撮影に呼ばれたのでサバンナに行ってきました。現場には監督や撮影クルーがおパンツ1枚の清掃でお出迎え、監督からは今回はドキュメント撮影でセスナ機を使うことになりますとのこと。そして僕たちはセスナに乗り込み高度に到着。そこで1枚のコンドームだけ渡されたので、これに不安を感じた僕は、監督 XL じゃないと地面に叩きつけられて行っちゃうよとクレーム。ですが気づいた時には監督と空中へライドン。なので開き直った僕は、これが静止のドキュメントじゃーと腹くくり、ところがどすこい、なんということでしょう。墜落地点手前で盛り上がった僕と監督はマッスルドッキングからの花びら大回転で地球の地盤を突き破り、マントルまで到達し行ってしまいました。地球とセックス、ダイナミックキングソール。はい、ということで今回は詐欺疑惑が相次ぐ弁当容器、原材料を偽装した〇〇、消費者たちを呆れさせたパッケージデザインなど、詐欺商品として物議を醸した大手コンビニ商品の事例を7つほどご紹介していきたいと。詐欺弁当。近年、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンといった大手コンビニ3社を中心に問題視されている詐欺弁当は、主に3つのタイプが存在します。それは容器の底部分を盛り上げた底上げタイプ、容器を二重にすることで厚みを演出した二重底タイプ、容器の上部にボリュームを集中させ底部分を少量にした絞り底タイプ、頭部サイドから思いっきし毛を中心に持ってくるバーコードチョモランマハギ隠しキリンタイプ、いずれも実際の量よりもボリューム感のある弁当として販売されているため、商品を手に取った消費者たちからは、ポケモンユナイトで僕の最強ゲンガーを先に取られてしまい、そのゲンガー扱いがジャングル脳筋キッズだった時に匹敵するくらいの絶望の声が上がっています。そしてさらには二重底と底上げを組み合わせた悪質な詐欺容器の存在も言及されており、ネット上では被害報告のような投稿が数多く出回っています。しかし中にはこうした詐欺容器に対して、原材料の高騰化が原因ではないか、レンジで温める時の熱伝導率を上げるためではないか、フェイスシールド作りはかどる、これメルカリで販売してニート脱出でやんす、倍無色匂い玉男などと企業側を擁護する声も上がっており、消費者たちの間ではたびたび論争が繰り広げられています。これに対し大手コンビニ3社の中でも最も批判的な声が寄せられているセブンイレブンが、二重底タイプの弁当容器に対し輸送時の耐久性や店頭での陳列に配慮して容器を製造している、容器に使用するプラスチックを薄くしつつ2枚重ねにすることで環境に配慮しているとコメントを寄せ、あくまでも内容量をごまかすつもりはないと主張しました。しかし騙されたと感じた消費者たちは納得のいかない様子を見せており、事態が改善される様子は未だに見受けられていません。また大手3社の中でもローソンでは比較的詐欺容器が少ないと言われていたのですが、最近では徐々に底上げしているのではないかと疑問を呈する消費者が増えているようです。ちなみに全く関係ないですが、とあるコンビニギャル店員が弁当に対抗して自分の厚底を底上げしすぎた結果生まれたのが名古屋駅の奈々ちゃん人形なのだとか知らんけど、おつまみスモツゆずポン酢。2020年にセブンイレブンから九州地域限定の商品として販売されたおつまみスモツゆずポン酢は、容器の底部分がゆずポン酢ドレッシングで締められた底上げ惣菜として、ヤルミナティのみんなが2021年特に気にしているであろうキリンのシワシワ鼻問題くらい物議を醸しました。本商品は一見モツが十分に入っているかのような見た目をしており、低カロリーなコンビニ惣菜ということもあって、たちまち人気商品
品となるのですが、いざ食べ始めると容器に対する惣菜の割合があまりに少ないという指摘が相次ぎ、 SNS を中心に話題が拡散されます。なお、どのくらい少ないのかというと、僕のチャンネルアナルティクスが弾き出す女子の割合ぐらい少ないので、早急に対策した方がいいと思うよ。また使用されているポン酢の量にも不満の声が寄せられており、こんなにもドレッシングが多いのはもはやスープ、ポン酢を買わせているのかなどと、カンナちゃん抱き枕イクシコ体でぎゅうぎゅうの舞子同士部屋で酸欠状態になりトランスしながらあがめたてまつるよしている僕を見たまんまぐらい呆れた消費者たちの意見が飛び交いました。ハリボテサンド。近年、底上げ弁当とともに物議を醸しているハリボテサンドとは、サンドイッチの表面だけに具材が集中した見かけ騙しのサンドイッチの総称です。ことの発端は、セブンイレブンで販売されている厚焼き卵ミックスの中身を写した投稿が SNS 上にて物議を醸すようになったことで、これに続いてファミリーマートのハムチーズ卵問題や、ローソンのイチゴサンド問題、公道でのスケートボード走行問題、キリンのパックマッコ問題、など、あらゆるサンドイッチにハリボテ疑惑が浮上します。そのため、ネット上では、コンビニサンドイッチの中身を検証する人が続出し、ハリボテサンドを手に取った消費者からは、ネタだと思っていたらマジの詐欺、地獄絵図、キリンのニット帽に隠れてる毛髪でさえ、もう少し詰まってるのに、いや、ごめん、同じくらいか、嘘みたいだろ、などと言われるようになります。そこで、騒動のきっかけとなったセブンイレブンは、厚焼き卵ミックスサンドに関して、このようなケースは過去になかったと明かした上で、中央に配置されるべき厚焼き卵の位置が少しずれたままカットしてしまったと説明し、卵焼きの量をごまかしたことについては否定しています。またこれに対し、最強を持つロンパース着用の桐生が、少しってあなたの感想ですよねと言い放ったところ、担当職員さんが、もう少しお風呂入った方がいいですよ、あと目見て会話してもらっていいですかと小同時論破したとか。しかし消費者たちは不自然な卵焼きの配置に不信感を覚えていたため、卵焼きのズレに対して謝罪を行ったセブンイレブンを批判し、さらなる炎上が起きました。ですが、こうした一連の騒動をきっかけに、ハリボテサンドの報告事例が減少傾向になってきているため、現在では徐々に改善されているようです。セブンのかさぶたパン。2021年、セブンイレブンのかさぶたパンとして注目を浴びたウインナーマヨパンは、あたかもウインナー1本がパンの中に入っているような見た目であるにもかかわらず、実際のところは断面のみに短いウインナーが顔を出しているだけの詐欺まがいの商品で、消費者の投稿をきっかけに炎上騒動となりました。そして、情報が拡散されるにつれて、実物を検証しようと本商品を購入する消費者が増加し、たちまち売り切れ状態となるのですが、時が経つにつれ何の問題もなくウインナーが詰まっているという報告が増えたため、商品は改良されたものとして見受けられています。しかし、本件が起こる以前より、セブンイレブンからは物議を醸す商品がたびたび販売されていたため、消費者の中からはわざと炎上させてからまともな商品を出すという戦略ではないかと疑う声も上がっています。これにはセブン炎上企画本部長も、察しのいいガキは嫌いだよと語るとセブンコーヒーガブ飲みしたとか。バター香るもっちりとした食パン。2018年にファミリーマートから販売されたバター香るもっちりとした食パンは、ファミリーマートが山崎パンに製造を委託した商品で、販売から約1年間で18万袋の売り上げを果たしました。しかし、本商品は原材料にバターやもち米の使用が記載されているにもかかわらず、実際のところはバターももち米も含まれていなかったことが明らかとなり、2020年3月に景品表示法違反で両社とも措置命令が出されました。そこで本件に対して山崎パンは、生産ラインの切り替え時間を短縮するために他の商品の生地を転用していたと明かすのですが、これをきっかけにさらに4種類の食パンから不適切な成分表示や原材料の非表示が発覚しました。これにはあのワンパクラッパージョイ男が、不適切転用、措置命令で御用、原材料無料、せーっとパンチラインかましたとか。またファミリーマート側は、事態を受けて購入者への返金に応じ、再発防止を掲げた謝罪文を掲載するのですが、ネット上では、確信犯だろ、原材料表示を偽るなんて悪質すぎるといった不信感を募らせる声が寄せられました。そんなバナナドリンク。
2020年6月、バナナジュース専門店として人気を博す、そんなバナナとセブンイレブンによるコラボ商品、そんなバナナパウチ、味わいプッチョそんなバナナ、そんなバナナミルクが販売され、全国的に話題を呼びました。中でもそんなバナナミルクは、バナナ3本分の食物繊維に砂糖不使用という贅沢な仕上がりであるにもかかわらず、税込み幾余円とリーズナブルな価格で販売されていたため、メディアでも取り上げられるようになり、販売直後は売り切れ続出という人気ぶりを見せていました。これはまんまに部屋に引きこもってないでそんなバナナミルク買ってきてよと命令され、4、5年ぶりにお外に出てお日様に当たったところ、一瞬で茂る化したくらいの盛り上がりでした。しかし商品の容器上部にはドリンクと同じ色のプリントが施されており、あたかも容器に満タンのドリンクが入っているかのようなデザインとなっていたため、消費者たちからは騙す気満々で草も生えない、味が美味しいだけに残念、そんなバナナミルクといった声が上がるようになり、たちまち店頭からは姿を消してしまいました。そして現在ではそんなバナナミルクの改良版と称して、中身が見えない白色の容器が用いられるようになり、 20g 増量、5円増額といった形で再販売されています。練乳いちごミルクタピオカ入り。2021年1月、セブンイレブンから発売された練乳いちごミルクタピオカ入りは、ペースト状になったいちごの果肉をふんだんに使用したいちごミルクの中にタピオカが含まれたドリンクで、こちらの商品も店頭に並び出して間もなく人気商品となりました。しかし、本商品は透明の容器にいちごの果肉と見せかけたような赤いプリントが施されており、カップの底部分には果肉が沈殿しているかのようなデザインとなっていたため、やはり物議を醸しました。また味が好評であったばかりに容器への反感は大きく、消費者たちからはさすがに容器に色をつけるのはなし、デザインをしていて良心が痛まないのか、アンパンジャムパンにもうホイップクリーム入れんといてくれ、この通りや、次は俺の番、バイカレーパンといったクレームが相次ぎ、発売から1週間も経たずして店頭から姿を消しています。そして炎上から2ヶ月ほど経った2021年3月、いちごの果肉のプリントがなくなった透明の容器を採用し、24g 増量と10円増額という形で再販売されています。こんにちは。先日伝説の秘宝ひとつなぎのカツラの一部である前髪のワンピースが熊本に埋葬されているとの情報が、同じジムに通っている外国人の首のタトゥーに記されていたので、ハゲンチュ海賊団の僕は秘宝を漁りに熊本に発射三次走ろう。途中ツノチンコプターの速度マッハ1でソニックブーム化している僕を JK がプロピア取れてるよーと教えてくれたので、その剥がれかけのプロピアをくまモンに貼りつつ熊本のホテルにチェックイン。翌朝僕は受付のお姉さんに鏡を持ってもらい、スカスカの髪をかき集め、トゥトゥトゥサイドからサイドに流すのさ、バコー我こそが特級ジュレ、毛根少な、ゾー。はい、ということで今回は巻くだけで頭が良くなる天才ハチマキ、寝ているうちに暗記が完了する夢の枕、学習効率を爆上げする脳波測定器、男のロマンが詰まったモザイク除去器など、過去に販売されていたありえない詐欺商品をお手ほどご紹介していきたいと思います。デブ、部分軌道爆撃系人工精霊。部分軌道爆撃系人工精霊は、かつて販売されていたオカルト系雑誌の刊末に記載された通販ページで売られていた詐欺商品です。この商品は一言で言えば瓶詰めにされた精霊で、商品紹介記事には俗に言う式神や使い魔と呼ばれている存在で、優秀な知能を有しており、購入者の願望を叶えるためにありとあらゆる命令に従うと記載されており、購入者の目的に合わせて以下の3種類の精霊が販売されていました。精霊1、人工精霊ナパーム。万能型の人工精霊で、発生した問題の悪化を防ぐとともに状況の打開に威力を発揮する高度な知能を有しており、最善の策で突進して問題の早期解決を図る。18,000円。精霊2、人工精霊ステルス。スパイ専用の人工精霊で、気になるあの子や企業、直面している問題に対して偵察を行い、幻聴や風の便りで購入者に報告やアドバイスを送る。28,000円。精霊3、人工精霊トマホーク。
破壊力に特化した人工精霊で、あらゆる願望に対して抜群の威力を発揮する。また特殊催眠効果を有している上、持続力も高く、個人だけでなく組織に対しても有効な人工精霊。38,000円。以上がこの商品の概要なのですが、記載されている情報だけでは具体的にどのような動きをするのかなど肝心な部分が把握できず、爆撃や威力という物騒なワードも相まって不信感を抱かずにはいられない商品となっており、その不信感は雨の日にコンビニの傘立てに傘を預ける時くらいそわそわすると言われています。エジソンバンド。エジソンバンドは昭和初期から後期にかけて販売されていた詐欺商品で、額部分に金属が取り付けられたヘアバンドのような形状をしています。この商品は朝と夕方に10分程度頭に巻くだけで、装着されている特殊な金属の働きにより知能や記憶力が劇的に向上するという、仮に錦鯉長谷川さんが装着すると芸風変わっちゃう的な触れ込みで大々的に販売されており、信憑性を上げるためか商品を紹介する記事には、かの有名なアメリカの発明家トーマス・エジソンの発明の一つであるという記載が添えられていました。しかし蓋を開けてみると、この商品はパソコンなどの機械類に搭載されているヒートシンクと同様の構造になっており、結論から言えば頭を冷やす放熱機能や血液の循環を助ける機能こそ多少認められるものの、触れ込みにあるような知能や記憶力を向上させる機能は完全に出任せという代物でした。また当時は大卒の初任給が40円から60円程度だった中で、エジソンバンドは大人用が200円、子供用が130円という強気価格で販売されていました。しかしその未来的な形状や思い切った触れ込みが購買意欲をそそったのか、ある程度の購入者が存在していたようで、昭和中期頃には多数の類似商品が出回っていました。睡眠学習機。睡眠学習機は昭和中期頃から販売されていた詐欺商品で、主に学習雑誌の通販ページで販売されていました。この商品の紹介ページには、君の才能を 100% 引き出し、日常の学力をグーンとアップして仲間に大きな差をつけられる、正確に早く確実に記憶できる、目覚めるごとに暗記量が増え、君は成績アップの階段を一歩一歩登っていく、などと大量な売り文句が並んでいました。しかしこの商品は一言で言えば、スピーカーが内蔵された枕で、その使い方は、あらかじめ暗記したい内容を録音したカセットテープを自前で用意する。ね、テープを再生機器にセットした後、睡眠学習機に接続する。3、睡眠学習機のスピーカーからテープの音声が流れ、寝ている間に暗記完了という非常にシンプルな内容で、言ってしまえば、睡眠学習機がなくてもテープと再生機器さえ持っていれば同様のことが可能という代物でした。なお再生機器が枕元にない場合は、11が1、訓日は行くとスピリチュアル界隈からテレパシーが受信されるのだとか。しかしこの商品が発売された当時は受験戦争が激化してきた時代だったことに加えて、商品の紹介ページには購入者の声として、英語のテストが60点から98点に伸びた、今ではテストが楽しみになった、クラスのライバルももう怖くない、など購買意欲をかきたてる還元が羅列されていたため、効率的な勉強方法が浸透していなかった当時の学生たちの目には、この商品はまるでドラえもんの秘密道具のような憧れのハイテク機器として映っていました。なおこの情報を知ったドラえもんが、わしらの暗記パン売れんくなるがなと血のついた空気砲を磨き出してたとか。そして当時の大卒の初任給が約3万円前後だった中、この商品は14,800円という強気の値段設定だったにもかかわらず、順調に売り上げを伸ばしていき、1970年代には累計50万台を売り上げる大ヒットを記録したそうです。ドクターキャッツポー。ドクターキャッツポーは昭和中期頃から販売されていた詐欺商品で、ネイビーの基板の表面に2つのコントロールノブと複数のランプ、指を通して脳波を測定するセンサーが取り付けられていたメカメカしい見た目をしています。まずこの商品の紹介ページには、脳には勉強を受け付けない状態、これはいわゆる世間一般でいうところの膝おパンツ職人モードみたいなモードがあるらしく、その状態でいくら勉強をしようが無駄であるという前提のもと、
無駄な勉強はもうさせない。ドクターキャッツポーを使うことで現在の自分の脳が勉強に適した状態であるかを判別することが可能などと学生の興味をそそる謳い文句が記載されています。そして気になるその使い方ですが、表面にあるセンサーに指をかざすことで現在の脳の状態が判別され、勉強に適した状態であれば緑色のランプが、適していない状態であれば赤色のランプが点灯するとともにブザーが鳴る仕組みになっています。またこの商品には乱れた脳波を整えて勉強に適した状態に導くグリーンテープなるカセットテープも同封されているのですが、収録されている音声はただ単に男の声で深呼吉を促すだけという千葉吉兆の謝罪会見に現れたささやきウーマンですら簡単にできちゃうような、なんともお粗末なものでした。そんなドクターキャッツ4ですが、買っただけで楽に成績が上がるわけではなく、あくまで勉強を補助する装置という側面から、購入者の多くがこの商品がなくとも日常的に勉学に励んでいる人物ばかりだったため、当時は詐欺商品と気づかないまま使用を続けていた人々が一定数存在していたそうです。モザイク除去機。モザイク除去機は主に1980年から90年代に男性向け雑誌の通販ページで様々なメーカーから販売されていた詐欺商品です。この商品はその名の通り、大人のビデオやテレビ番組などに挿入されているあらゆるモザイクを除去する装置という、あきら 100% の股間も縮こまりかねない触れ込みで販売されており、その使い方はビデオデッキとビデオの中間につなぎ、機械に付属しているレバーを使ってカーソルを消したいモザイクに合わせた後、ノブを回してぼかし具合や色調を調整することでモザイクを取り除くというものでした。しかし効果のほどはお察しの通り、どれだけ調整に時間をかけてもモザイクのぼやけ方や色合いが変わるばかりで、除去と呼ぶにはほど遠い成果しか得られませんでした。ちなみに我々クラスになるとモザイク部分をテレビ画面にポスか直書きで補っております。また値段はメーカーによってピンキリだったものの、平均3万から10万円と非常に高価だったため、購入者の多くが経済的にも精神的にも大きな傷を負うことになりました。そしてその価格や効果の薄さが話題となり、発売当初からこの手の商品は悪質な詐欺商品、ヤレミナ教童貞信者が生み出した呪物として広く認知されていました。しかしメーカー側は男性のエロに対する情熱と執着を逆手に取り、性能が格段にアップしたと銘打った新商品を定期的に売り出しており、今度こそ本物かもしれないという淡い希望を抱かせることで一定の売り上げをキープし続けていました。そんなモザイク除去機ですが、以上のような悪どい商売を繰り返す中で、やがて消費者も騙されることに懲りてきたのか、徐々に売り上げが落ち込んでいき、2000年代に入る頃には通販ページから姿を消してしまいました。